はい、三国志13の諸葛亮孔明6回目になります。前回でここにいた長老を倒し武都まで制圧しというところで、今回からどうなるのか、現時点でもう三国魏呉蜀そして馬頭が残るのみとなっております。この後ですが、考えとしてはいろいろあったのですが、曹操を敵とし孫権と馬頭で共に攻めるというのをやってみようかと。で、外交で後々要請でそれぞれ攻めてもらおうかなというところで今回が始まります。ただこれはどうゲームをプレイしていきながら言葉を語っていくとかなり辛いなと、戦いが長丁場になりそうだったので音声はすべて後乗せでやっていく予定です。要所要所、動画切ってプレイ状況を見てもらおうと思いますので、その点ご了承ください。で、ここからですが、まずは部隊の移動をしているところです。遠くからはかなり距離があるので、まず遠くの部隊を先に出撃させています。まだ同盟、曹操との停戦は切れるかなり4ヶ月前とか5ヶ月前ぐらいなのですが、そのうちから前線に出すように今手配しているところです。で、どんどん前線に出して、今度残るは最後諸葛亮を出撃させるところなのですが、ここで大きなミスが起こりました。どうなるのかはもうしばらく見ているとわかるかと思います。まあ、この諸葛亮を曹操の陣地を通って慶州の方に向かわせようと、そのようにしていたんですね。今ルートが出てますが、これをやったためにこの後の展開がかなり厳しくなったと。報告します。さて、この辺りは報告します。いろいろな国の表情ですね。で、今続々と慶州の方も北の方に部隊を移動させて動いている姿が見えるかと思います。で、集まってきました。ただここで曹操との停戦期間が切れたのですが、諸葛亮がちょうど曹操の領土内にいたので停戦期間が1ヶ月延びました。で、それだけならまだいいのですが、いろいろな要素で悪影響を及ぼしたんですね。この悪影響の一つに外交にも影響が出てまして、まあ、1ヶ月停戦伸びたのはまあ分かりますと。ただそれだけではなく、外交ができなくなったというのが追加で加わった良くない出来事。もともと馬頭と孫権と敵を曹操を攻めましょうということをしたかったのですが、敵に攻める要請という外交コマンドが使えなくなりました。多分しばらく見ているとその状況が出てくるかと思います。これでだいたい1ヶ月曹操との停戦期間、伸びた停戦期間が間もなく切れますが、ここで報告します。敵軍が我が領内に向け出陣しました。同じタイミングで50万の兵を率いて南下してきた。もうかなり北の方から出てましたね。でも西部は大事ですので、西部はしっかりとしてます。この時点でまだゲームスタートから4時間ぐらいですね。このあと7時間近くずっとゲームやってることになります。はい、曹操で、まあ、いろんな勢力が上陽に来てますよという状況です。じゃあ外交しましょうと選ぶのですが、悪名が広まり外交ができません。残り150日と表示されて、この時はさすがにプレイしてて声を上げてしまいましたね。ああそうなのかみたいな感じで。で、まあこれで上陽の方を攻めていって戦うのですが、もう敵が次から次からひっきりなしに来るので、
延々と同じ場所で戦い続けるみたいな、そんな展開が続いてました。それでもまあ徐々に来るので、まあしらみつぶしに倒せることは倒せるのですが、ここでもう10分ぐらい同じ 戦場で戦ったという状況です。このもうほとんど敵がいなくなったなと思うと、敵が援軍来たりします。そういったものをこなしつつ、まあ、もう援軍出なくなった、援軍来なくなった状況にまで持っていき、ここでこれが徒徳に就任ですね。今までは君主の軍師でした。で、徒徳になると今まで使えていた外交コマンドが使えないだけでなく、あの軍団が2つに分かれるんですね。で、軍団分かれた自分の都市からしか出撃ができなくなります。で、この時3つか4つぐらいの都市しか自分の支配下になかったので、またこれが大変な、今見てる画面でエメラルドグリーン色の丸のところは本来は自分が動かしてた部隊なんですが、ここら辺全部自分で動かせなくなったってわけですね。ここがまた今回すごく苦労した点です。だけれども、まあ攘夷を取った後、まあもう一つ上という文字の攘夷の方に、まあ、攻め込み、まあ、なんとかここで少しだけ進展したと。お任せあれ。これはもう攘夷の戦いですね。お任せあれ。上という方の文字の攘夷。これぞ鬼門遁甲の陣。さてこの辺りで、まあ、敵を壊滅させて、もう使える部隊数が少なくなっているので、今3部隊しか出撃できてません。ただ幸いなことに甲冑や趙雲がいたので、その点は良かったかなと。で、攘夷を取り、まあ、他のところを見てみると、馬隊が長安攻めているところです。で、一方孫権も動き出していて、こちらは樹春を攻めようか、もしくは曹操から攻められているのかもしれないですね。まあ、そんな展開でした。で、その間にごっつぁんということで、まあ、深夜いただきましたと。と言わせて、これが深夜の戦いです。城内に入って最後の一人倒して深夜をいただく、これが今回の動画の展開でした。大体これで1時間ぐらいかかってました。この後セーブをして次の動画に続きます。さて、これが現在の状況です。西の方では馬頭が少し長安を攻めたのが攻めきれずに今押されているような状態ですね、曹操軍に。そして一方東も孫権が攻めていたものの、今もうすべて兵糧切れになってますので、これがこの後どうなるかといったところです。で、劉備軍も効果が奪われてしまってますね。攘夷と深夜で、もう一つ上という文字の方の攘夷は手に入れたものの効果は奪われた、そういう状況で進んでいます。同盟関係は馬頭と9ヶ月、孫権と21ヶ月、このような状況です。この後は上の方を目指して、まあ、このすぐ深夜の上の円と、まあ、序南や巨匠を奪えたらいいなというところです。さて、北に向かい円を攻め落とそうというところです。ここも敵の数が多いのでなかなか厄介なお城でした。後から敵が援軍としてくるので、もう城門に取り付いて工場兵器なども使いつつ、あちらへ、城の中に入っていくような形で、お任せあれ。
傭兵の神髄、だからそうこうしつつ、まあ、城門の方も破ることができたので、まあ、工場兵器は結局あまり使わずに済みました。かしこまりました。なかなか工場兵器の軍艇のそばに敵がいるとそこを攻撃してしまってなかなか上に登ってくれないんですよね。なので城門を普通に破って敵の陣を狙うという状況です。でも どんどん中に入っていって、あとわずかというところなんですが、なかなか敵も援軍も来るし数も多いしで苦労が絶えないという展開です。お任せあれ。命が惜しくば、特に囲まれて強撃状態になっている部隊もいたので、この辺りが厳しかったですね。それでもまああと一人というところまで持っていくことができました。行動諸葛亮第1倍という感じですね。でラストということで倒そうと思ったら再びまた援軍到着。申し上げます。これがどんどんと続くような形 でまた援軍到着と。今こそ奮起せよ。だが陣の方、本陣の方にダメージ与えてたので、最終的には本陣を閉じて援を奪い取るという形になりました。ようやくですね、これたった一つ城を攻めるのにもう何十分とかかって攻めてるようなそういう展開でした。で今もう西の方は馬長が、失礼しました、馬頭が長安攻めて東も敵と戦ってくれているので、まあ、うまく総軍が分断される形に、特に長安を守るために結構な部隊が向かってくれているので中央が空いてるんですね。なのでこの間に事前に取られてしまった効果を攻め落とそうということで部隊の配置をやっております。それにしても今回は馬頭軍強いですね。攻め落とすのも大変ですし、攻めてくるといい感じに攻めるしで、常に長安をちょっかい出すみたいな形で、もしかしたら特殊な兵が用意されていてそれが強いのかもしれないです。騎馬民族ですしね。報告します。さて曹操軍がわらわらと動いているのが見えますが、まあ、こちらは安全に効果に取り付き敵の援軍も見えないので、まあ、この辺りはもう気軽に城攻めを行うと。水に情景で城門を破りましたので、ここは中に入るだけです。あちらへ。いざ覚悟せよ。敵が本陣吸収しようという部隊がいたので焦りましたが、かしこまりました。それでも間に合いそうだなということで、そのままこちらも本陣を攻める形で戦ってます。これぞ鬼門遁甲の陣。何度か本陣吸収されて倒されたことがありますので、軍略の神をお見せいたしましょう。もうなかなかやるものですね。で効果を奪い取ることができました。はい、で今度は城南を攻めようということで向かってます。今敵が円の方に攻めるために部隊が来てたので、ジョナンの方が少し手薄になっていましたので、この隙にということでジョナン攻略に向かってます。鬼門遁甲の陣なんとか倒し終えますという状況です。あ、本陣叩いた方が早かったですね。これは定山の長子流、はい、押して参る。さてこれが維持できたらよかったのですが、ちょっと大ポカをやらかしまして、敵に攻められて、なんと本陣、こちらの本陣のところに敵がわらわら今集まっているところです。で
こちら部隊数も少ないし敵の方が兵力圧倒的多いので、お任せよ。武将の質は高いのですが、我が策、おっとこれは耐えきれないぞと。お任せよ。申し上げます。殿殿、わしに続け。ゴリゴリとダメージ受けて、次の手です。ここまで撤退するためになります。あちらへ。こんなはずじゃ。だから本陣に誰か一人入れると耐えきれるんですが、ちょっとそのあたり全然やってなかったので、これは今見返してみると失敗したかなと。これは敵に奪われてしまいましたと。でその隙にジョナンに敵が向かっていたので、これでせっかく取ったジョナンがまた奪われるという形で、なかなかこの辺りは辛かったですね。なので1時間ぐらいプレイして円を1つ取るだけという、今馬頭軍が西の方で展開してない状況ですので、すべての曹操軍がこちらに向かってきているというような状況でした。万全を期します。で東の方はどうか、まあ、この辺り中央こういう状況で敵がたくさん、で東はまあ少し攻めているものの、孫権軍が高陵に攻めていたものの、まあ、それほど敵を引き寄せてくれないということで、城南が奪われそうになり、なおかつ円も危ないと。城南救出は間に合わず、はい、そして現在はこのような状況になってます。この後ですが、まあ、巨匠と城南を、まあ、城南は先ほど取られたので奪い返す。そして巨匠も狙って、ここでちょうど四角形の形で全て奪えたら良いなという状況です。で西ではまた馬頭軍が長安を攻め寄せているという状況ですので、こちらの方に敵の部隊が何体か向かっていくという状況、また東を見ても曹操軍が高陵に取り付いて戦っているという状況ですので、敵の部隊が今ちょうど分散されているような形です。なので、まあ、巨匠と城南、あとはここの武漢ですね。武漢から敵が攻めてくることが多かったので、ここの関所を奪って敵の進行こちらから来ないようにすると、この辺りがこれからの進行の目安となります。同盟は馬頭軍はあと1ヶ月、孫権軍があと10ヶ月、もう少しで切れるというのもまたポイントになります。では見ていきましょう。さて今状況はこのような形になってます。この武院のところに部隊を置くことによって、東側の城南あたりに曹操軍が居つく、あそこで足止めしているみたいな形ですね。今ちょうど武漢を攻めているところです。ここの砦がなかなかまあ硬いのですが、ここを倒しておくと西側から敵が来なくて済むということで、なんとかここを落とすために、でまあ無難に城内に突入し、でこの辺りで工場兵器も使おうかなということで、今趙雲が投石機を作っているところです。そして、まあ、作り終わったら、この投石機は陣の方に向かって投石開始してまして、常に一定間隔で陣を攻撃すると、今陣マイナス27というのが見えるかと思うんですが、これがあるので比較的陣攻略が楽になると。一方東側は運転使って敵の銅を破壊するために今移動中、城門の砦の上に、敵所の上に登って、今は城を破壊しているというところです。こ
この辺り投石機やあとセイランというも、矢倉の上を矢倉を作ってその上から弓を撃つみたいな武器もあるのですが、これらが後半になると使えるようになってきますので、この辺りうまく使うとまた攻略も楽になるかなと。まあ、とはいえ結局は武将を全部倒して武漢攻略完了。この辺りになるともう義援と諸葛亮が常に一緒に出ていくような、ちょうど北伐を思わせるような展開です。で今度は巨匠の方を攻めていっています。さて巨匠の攻略開始です。だいたいマップはこんな感じですよと。なかなか守りが固いお城ですので、まあ、どうやって攻めるか考えながら操作します。そしてもう2つ目の城門のところまで来て、まあ、城門突破で、一方ここで青鸞を立てているので、今城門前の土が一気にダメージ減っているのを見えるかと思います。マイナス3マイナス3マイナス3みたいな感じで出て、表示されてますので、これが青鸞の威力です。ちょうど近くを通った武将にも徐々にダメージを与えているのが見えるかと思います。7000からどん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 数字が減っています。なのでこれは敵の陣の本陣のそばに青鸞立てるとかなり強いかなと。もし敵がわらわら増援で現れるような時でも敵の本陣の近くに青鸞並べると結構強いのかなと。でこれで巨匠の戦いが終わりました。はい、で皇帝も擁立して、で次は、ジョナン攻めるところですね。かしこまりました。ジョナンは、まあ、敵が他のところで固まっているので、ジョナンが少し手薄になったので今は攻めていこうというところです。巨匠に部隊を置くことによって右側の将のところに敵が固まりやすくなるので、ちょうど見合うような形になりますので、なのでジョナンの方が浮いた状態になっているので、まあ、ジョナン攻略。考えがござる。ここも後から増援部隊とかも来るのですが、ここも先ほどと同じように工場兵器を使って運転を使って右側から登っていく。で中央には投石機を置いたので、まあ、もしあまり役に立たなくても工場兵器を置いておくことで敵の攻撃の的になってくれるので、それだけでもまあこういった意味はあるのかなと。で運転使って上に登って敵の防城兵器、守る方の兵器ですねを倒していく。今はそのような展開ですね。さてこの後、まあ、城門も壊しつつ今こそ力を示すのです。戦っています。でちょっと城門の前の敵が邪魔なので、技法を使って技法動揺というなかなか強い直戦法がありますので、それを使おうかなと今迷っているところですね。である程度も城門も破り決着がつくような状況です。なかなか上の防城兵器を倒そうと思っても手前に敵がいたので倒せないという。でそうこうして趙雲と袁紹が息子の方の袁紹が一騎打ちやって、まあ、袁紹あっさり撃たれましたね。まさか趙雲に袁紹が一騎打ち仕掛けてくるとは思いもしませんでしたが、で全部の部隊を倒して序南ようやく取り返しました。ここでは義援が先行トップでした。さてこの後、まあ、城南制圧して、西の方はもう馬頭軍が河野まで攻め寄せているところで、中央はお互い対陣し合っているところ。で今外交状況を見たら孫権が曹操と組んでたんですね、同盟を。なのでもう本当三国時代っぽいなんか展開ですけど、東から孫権が北上するのが されることなくなったので、まあ、曹操軍が全部劉備軍や馬頭軍の方に来ているようなそんな状況です。
いや本当は妖精とかで外国まで使うのが良かったのかもしれないですね。ちょっと外交が自由にできないので今回やりませんでしたが、で馬頭軍は城東を攻めている状況で、こちらは何をしようかと考えたんですが、古老館の方から敵が押し寄せてくるので、まず古老館を閉じて巨匠を安全にしようかなと。ちょうど落葉と巨匠の間に古老館がありますので、その落葉ルートで古老館を通って巨匠に攻めてこないように、敵の部隊が来ないように承知しました。古老館を、ま、攻め落とすために今部隊を編成をしたりしています。でその手前側に密という集落があるのですが、ここに部隊を置いておくことで、北東、すぐ北東のところにいる次の手です。場所は確か陳留だったと思いますが、そこに敵の部隊を足止めする、お互い対陣して見合うような形に持っていってます。この辺りが、まあ、陽動で対陣するのは陽動で結構使えますので、まあ、敵の拠点の一つ手前もしくは二つ手前あたりまで部隊を進めると敵を引き寄せやすくなると。これでまた遠方から攻めればなかなか誘導作戦として良いのかなと。さて、まあ徐々に前の方に部隊を出して、これ使える部隊が限られてますので、都督で自分 の、 あの支配都市が限られているので、なかなか限られた兵力で倒すのは大変なのですが、うまく古老館に取り付き、これを撃破するというところです。その手前側に陣があるので、もう手前の陣を倒してしまえば敵の士気が下がるので、楽といえば楽なんですよね。なんでこれ前の方に陣があるかというと、多分企画の計ですよね。最後に呂布が倒されそうになった時に、陳休が外に呂布が出て、陳休は城の中にいて、もし敵が攻めてきたらお互いこうして倒しましょうみたいな、そういう流れで陣が気づこうとしたけど呂布は受け付けなかったみたいな、そういうのがありましたね。まあ、そういった意味での外にも陣があり、そして関所もあるという状況なのですが、まあ、ゲーム的には、まあ、その陣取っちゃえば士気下がるよねみたいな、そういう展開です。で今趙雲が工場兵器で投石機を置いたので、敵の防城兵器を今ダメージを与えているところ、マイナス27と。で右側で運転使って、こちらは軍勢をなんとか関所の上に乗せようかなというところ。ここで技法動揺を使って敵をどかせようかなと思ったんですが、こちらが先に登ったからか引っかかってるからか、敵がどいてくれなかったという、そういう今状況です。ここは一旦自分らが手前に引いて、その後に技法で戻ったところを登った方が良かったかなと。でそれで戻っていったんですが、その間に運転が壊されてしまったので、まあ残念でしたと、やり直しになりなってます。あちらへ。さてここで一旦戻って合流をしようとしているところ、ちょっと上からの弩の攻撃とかが強いので、弩と弓ですね。次の手です。で一旦まあ合流をしたような形になり、じゃあ今度はもう城門から攻めましょうということで、中央に来て城門攻めてるところ、この一撃受けられない。技法同様で敵を本陣に戻しつつ、その間に城門を突破。これ敵所ですから城門という言い方は良くないのかもしれないですね。全軍今こそ奮起せよ。敵所の門を今倒しているところです。あちらへ。ただその間に、あ、運転持ってる人がいるなということに、全部まだ使い切ってなかったので、運転をまた組み立てて上に行こうかと、敵所の上に登ろうかということで、また、東側から運転を立てて登るところだけれども、上に敵が足止めする形にいたので、ここはまた技法同様で戻す。で戻ったので、よしじゃあ運転から
石柱の上に登ろうと、で周りの防城兵器を倒そうということで、あちらへ全部の部隊を一斉に登らせようとしました。そうすると敵が全部城の外に出てきて、こちらの本陣を狙う可能性が出てきたので、まあ、少し戻りましょうということで趙雲を戻すと。この辺り敵もなかなか一筋縄ではいかないなと。お任せよ。なので、あ、これ危ないということで、方正が、まあ、技法同様を使える方正が、方正を少し戻そうかなと。ただこの辺り操作ごたごたして、一個一個丁寧に操作すればいいんですが、面倒なので、まあ、全てまとめて操作しようとしたので、少しごたごたしています。で、石柱の上の防城兵器を倒した後、すべての部隊を一旦戻すと。この一撃で技法同様で敵を本陣に行かせないようにしつつ、一度本陣の方に向かって戻っている状況です。で、まあ、取り付いた部隊がいるけれども、まあ、本陣それなりに硬いので、まあ、大丈夫でしょうと、まあ、少しずつ部隊を向かわせています。でまた方と、方正も本陣の近くに来たので、また采配ゲージが溜まれば技法同様で戻すと。あまりこの戦法は発売前から強いというのが分かっていたので使いたくなかったんですが、もうそんな余裕もないかなということで、この辺りからもう対曹操戦からは使い始めてます。それまでは1回も使ったことなかったんですが、これは強いなというのがすぐ分かりましたからね。受けられまい。やっぱりこのカッコ撃破していくのがこの手のゲームはポイントになると思うんですが、それをできる楽にできるのが技法同様だと思います。大量に押し寄せてきても半分ぐらい技法同様で戻せば、まあ、カッコ撃破しやすくなるということですので、でもうある程度倒しを終えて、まあ、引き続きも城門、石柱の門に取り付くというような状況。まだ右の方に軍艇残ってたので、そちらから行ってもよかったかもしれないですね。防城兵器から地味にダメージを受けてますので、今だ、一気火星に突っ込め。であとは最後核を倒しておしまいと。なんとかこれで孤狼艦を奪うことができました。はい、孤狼艦の戦い、ここでも諸葛亮、義援がセットで、あと趙雲もセットで活躍しています。さてこれで今回は終わりです。なかなか敵が固まってるんで、この後どうやって攻めればいいかというところなのですが、そのあたりはまた次回の動画をご覧いただけたら幸いです。では失礼します。